トーマくんって普段は強がってるけど、本当は臆病者なのね。ズバズバ言いますね。なんだと？早乙女さん死んじゃったよ。乙女が。俺のせいじゃねえぞ。俺は悪くねえからな。全部ミサオのせいだ。ひど。くそ。このままじゃミサオに殺されちまう。さとみ助けてくれ。ちょっと待てよ。殺されるからってさとみに助けを求めても。助かりたいなら私に協力して、私と一緒にミサオちゃんを助けるの。はあ、冗談じゃねえよ。ミサオのせいでこんなことになったんだぞ。なのになんであいつを助けなきゃなんねえんだよ。おい。なら一生そこで怯えてれば。トーマくんがどうなっても私知らないから。じゃあね。うわ、待て待て。わかった。何でも協力する。だから一人だけはしないでくれ。なんだよ。まったくよ。怖いのはわかるけどさ。でも確かに、私一人よりね、二人の方が心強いかも。お、動かなくなったぞ。しょうがないな。はぐれないようにしてよね。おう、わかった。さあ行こうぜ。なんかちょっと可愛く見えちゃう。やだやだやだ、やめて、やめて、やめてあげて。嘘だろ？トーマくん。トーマくん、しっかりして。ぎゅっぎゅっ。よかった。まだ息があるみたい。どこかで治療しないと。治療しないと。こういう時は保健室？いや、でもあれじゃね？保健室ダメだよね。なんか、得体の知れない、ウッホッホーみたいなやつが出てくる。図書室さんのところに置いてもらおう。ベッドあったでしょ？図書室さん。トーマくんを助けてあげて。私のクラスメイトなの。多分これでいいはず。いや、ふう、手当てはしたし、これでもう大丈夫ね。みやびちゃん、トーマくんしばらくここで休ませてあげてほしいの。ここなら悪霊も寄ってこないみたいだし。そんなの無理ですよ。こんな得体の知れない人。私のクラスメイトだよ。トーマくんそんなに怖い人じゃないから。ね、お願い。うー、さとみさんがそこまでおっしゃるなら。うひゃー！かわいい！大丈夫かな？よし。みやびちゃん不安だと思って。会話する。この学校の生徒のほとんどが寮生ですから、さとみさんのような自宅生は珍しいんですよ。私ですか？私はもちろん寮生ですよ。読んだね、この前。ここ読んだっけ、これ。あ、これ読んだっけ、読んだね。トーマ大丈夫か？大丈夫じゃないのか？これ以上取るわけにいかない。1本かな？ 2 本だっけ？ちょっと水で流したいんだけど、ちょっとヒント聞きますよ。あー。トーマさん悪霊に生気を失われ、吸われて今にも干からびそうです。水分を取れば体力も回復すると思うんですか？さとみちゃん血まみれ、さとみちゃんだって。 ちょっと待って。血まみれ分かったから流したいんだよね。水分取れそうなもの持ってないしな。ちょっともうちょっと調べてみましょうか。この上らへんちょっとセーブして、この回をちょっと調べて。あー、びっくりしたな。何？ヒヒヒヒヒ。何もしないのかよ。ここのロッカーの中は？特になんもない？なかなかよくわからんですな。お、広い。びっくりした。死人かと思っちゃったじゃんかよ。もう諦めないよ、バカ。もうやめてよね。あいつを避けて通りたい。捕まらない、捕まらない。うわ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 、食うな食うな、バカバカ。
屋上。あ、ああ飛び降りた人がいた。人、幽霊、何？うわ、いなくなってるし、あいつ。どこ行ったし。あ、間に合わんかった。ああ、ダメなのか。救えないのか、あの子。ちょっと可愛い子だったけど。こうか。ここで、ここで。あ、違った。もう一個こっちだった。なんとか救いたいんだが。1、2、3、4マス目。待って！ああ、ダメだ。諦めよう。あいつどこ行った？いなくなった？もう、這ってきたときはびっくりしちゃった。うわー、いやー、何、何回死ぬの？やめてよねー。え、もう終わり？ここ。あ、違う違う、こっち調べてないんだ。あ、だからやめろってもう、ちょっとびっくりする。お、非常ベルだ。触ってみる。何も起きない。押したらどうなる？あー、ちょっと待って。はいはい、セーブして。ほい。非常ベルを押してみた。おっとっと。あれ？進んで。あっ！お！通った通った。やった！セーブしよう。セーブします。はい、オッケーイ。あとなんかあった？あとどうしたらいいんだ？とりあえず洗い流したいんだから、洗い流すことと水か。お金あったらな、飲み物買うんだけど。あとこれ、なんかって言ってたな。何々を手向けよ。これどこなんだろう。教室かな。教卓と教室みたいな感じですよね。A、C、B ってどこの教室なんだろう、これ。教卓2個ある教室探してみます？教室っぽいですよね。なんか。ごめんなさい。ちょっと探してみましょうか。教卓2個ある教室なんてあるのか。あ、でもなんかぽいぽい。教室っぽい。あ！うめき声のとこだった。開けない開けない。A、C、B。どこだっけ？ちょっとメモっとけばよかった。教室だといいな。何々を手向けよ。A、C、B。A、B、C。OK。上から2番目の4つ目が B で。B。真ん中が A で、その下が C。2番目、3番目、4番目。OK。何を手向ければいいんだ？お、また降りるとこだった。A。これが真ん中で、これが A でしょ？ A、花。机に花。はい、A、A。で、この後ろが、4番目が、これ、ここ？ここか。B。C は、この下の、あ、違うわ。A、ここだわ。あ、わかんない。後にしよう。何手向けるかまだわかんないし。どうしたらいいんだろう。あ、この花、あれしてみます？なんか、飛び降りちゃった人のところに、なんか、生かす生け花的な、添える、お供えするみたいな。そんなことあるのか。わかんないけど。この血まみれもどうにか、ああ痛い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 、やだ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 、くんなくんな、バーカバーカ、バーカ。あ、ダメだわ。そんなことなかった。積んだな。積んでしまったな。おっと。どうしたらいいんだ。なんか図書室さん、図書室さん、アイテム全然手に入らないんだけど、どうしたらいいか。